です。ゆうりんです。はい、というわけで、はい、まあその勉強している時というのはですね、はいはいはい、なんか程よく起きてて、程よく手を動かしていて、精神状態としては非常にこう中途半端。特に長時間勉強してたら波あるよね。めっちゃ集中してる時と、まあまあまあぐらいの時。なので、はいはい、でこれは、結局脳に入ってるんかっていう話。まあそれが気になるよね。てか、どうした服装っていうか、まあまあまあ、というか、どうしたまあ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 、両サイド。もうだって二人も20。そこ触れるんよ。で、これね、カズキ平沢理論によるとですね、カズキ平沢理論、精神と勉強比例説っていうのが、はい、極端に精神がリラックスしている、あるいは極端に精神が興奮している状態、はい、こっちの方、両極端どっちかに振る方が、うん、脳みそに入ってくるんじゃないかっていう。逆にね、逆にだから、あ、まあ、そうとりあえずやっとけばええやん。そうだから普通に勉強してる状態はこう原点、何も入ってこなくて、サイドに行けば行こうとこう入ってくる。あ、まあ、そうそういうことね、はい、興奮してる時とリラックスしてる時が勉強できる。あ、そうすごいこと言うね。まあ、というわけで今回やっていきたい企画は、はい、リラックスしてる時と運動してる時どっちが勉強できるの。まあ、というわけで今回は、はいはい、リラックスしながら勉強するぜと運動しながら勉強するぜに分かれて、なるほど、まあ、おのおの同じ題材で勉強して、まあ、どっちが点数取れるか。同じことやんな。だからテストとかは多分同じで、教える内容も同じってことやんな。で、脳みそも一緒。あ、一緒。まあまあそう、同じ大学内もそれ脳みそ一緒ですよ。そうですということでお許しいただけないでしょうか、視聴者様。はい、というわけでやっていきたいと思います。わいわいわい、脳みそスイ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 。いやー、それでは、いやー、始めていこうか。今からね、リラックスしてるね、君。めちゃくちゃリラックスしてるよ。リラックスしすぎてあくびでもした。いやー、あくびしないでほしいな。今からめちゃくちゃ大切な話をするんだよ。授業、じゃあね、水素の授業やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあまず、軽くジョグしながら、やっていくから、はい、よろしく。いただきます。カメラもついてきて。何の授業をするかというと、こちらです。読んでください。水素というエネルギー。寝ながら読むなって普段だったら言われてます、あなた。ただ、リラックスしてて OK。 今回は水素というエネルギー。で、水素ってどういうイメージありますか？マッチを近づけたらポンと音が鳴る。中学校の知識ね。中学校の知識ね。はい、確かにそれが水素ね。はいはい、他には？水素はめっちゃ軽いみたいな。めっちゃ軽い、素晴らしいですよ。これ地球上に、はい、の中にある元素の中で最も軽いです。エネルギーっていう言葉と、まあ、結びつくっていうイメージ、実はあまりないのかなっていう。この水素っていうのはですね、近年ね、なんと新エネルギー、新しいクリーンなエネルギーとして実は注目されてるんですよね。まずカーボンニュートラルね。はい、意味わかる？カーボンニュートラル。炭素をなくすです。炭素をなくす、そんなしたら世界終わってまうやろ。なあ、温室効果ガスの全体の排出量をゼロにする。はい、これがまずカーボンニュートラルです。はい、これ大事です。これ出ます。2050年までにカーボンニュートラル達成と宣言します。オッケー。2050年。オッケーです。じゃあクリーンかクリーンじゃないかでよく表されるものに、二酸化炭素を排出するかしないかっていうのがあるんですよね、うん、この水素というエネルギーはですね、なんと二酸化炭素を出さない。おー、つまり基本的にこの世の中って、例えば火力発電だったりっていうのは何を燃やすかというと、化石燃料ってやつを燃やすよね、うん。燃料ってやつを燃やすんだけど、燃やすと必ず二酸化炭素が発生します。他にどんなものがあるか知ってる？要はクリーンな発電方法。風力とか。風力、はいはい、風力発電ね、はいはい、太陽光。おお、そうそう、太陽光発電とかね。まあ、いろんなものあるじゃないですか。電気って一番の問題、まあ結構な問題点なんやけど、保存しておくことがめちゃくちゃ難しいんです。例えば、あ、今日100電気作れたってなったものを、まあ、保存しておくのって結構難しいんですよね。ちょっとペース上げるか。いやです。再生可能エネルギーっていうのは、はい、風力発電だとか地熱発電だとか、こういうエネルギーのことですね。はい、ただこれらは厄介な問題を抱えている。なるほど。それ何や？難しい。何が問題が難しいのか、発電が難しいのか。発電量を確保するのが難しい。まあ、つまりですね、ここ大事です。はい、そもそも電気は貯めることができないんですよ。そうなんです。
知らんかったやろ。電気は作った瞬間に使わないと、瞬間瞬間生きてるわけ。これ非常にね、これ革新的なわけ。足が動いてない、足が動いてない、全然そのままで足踏みしてるだけ。もっとこうじゃない、こうじゃない、こう。まあ、これ別に数字は覚えなくてもいいんだけど、沸点、液体から気体になる温度。じゃあ何度まで冷やしたら液体になるかというと、-253度。寒いとかの次元じゃないですか、多分 痛いっていう次元じゃないですかね、これは。だからカーボンニュートラルって状態を目指すことっていうのは、まあ非常に水素が非常に活躍するってことは、ここまでお分かりいただけたかな。リラックスして寝てるけども大丈夫かな。はい、 OK。 じゃあ言ってみて。カーボンニュートラル、2050年に、排出する量、吸収除去する量を半々にする。はい、どうぞ。カーボンニュートラル、2050年に、カーボンを排出する量、吸収除去する量、吸収除去する量をニュートラルにする。はい、まあ素晴らしい。はい、あのね、その頃私は51歳。これもお願いします。その頃私は51歳。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、はい、そんな形もありつつですね、まあ覚えましたかね、こんな形で。これ水素だと思って打ってくださいね。水素です、水素。せーの。違う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 、水素のバラエティ番組じゃないやん今。いや違う違う、こうこう、もう一回もう一回もう一回。あ、そうだ。いくぞ。水素、水素。おお。これ水素って言っちゃうな。水素って言いました。水素ってそもそも打てるんか。打てないですかね。打てへんやろ。水素はその目に見えへんから、そもそも打つな。すいません。はい、クリーンエネルギー。クリーンエネルギー。触るな。エネルギー不足。エネルギー不足。エネファーム。エネファーム。もう腰入れて。燃料電池自動車。燃料電池自動車。カーボンニュートラル。カーボンニュートラル。はい、炭素。炭素。おお、ナイス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 。グリーンエネルギー。グリーンエネルギー。コンポ。コンポ。ミニコンポ。アンプ。アンプ。CD ラジカセ。CD ラジカセ。大体もので復習終わりました。ほんまに。結構言った今。化石燃料を使って火力発電をしてしまうことは CO2 を発生する以外にもう一個あまりちょっとよろしくない点があるんですけど、それは何だと思いますか。資源に限りがあるとか。ああ、君は非常に視点がいいね。はい、50点60点の回答あります。これはですね、化石燃料は日本は特になんですけど、はい、ほとんど輸入に頼ってるんですよ。これ輸入に頼ってる、輸入に頼るということはどういうことかというと、海外の情勢だったり海外の状況次第では輸入が入ってこないことだってあるんですよ。ってなった時にあれってなったらエネルギー不足になるじゃないですか。あのノエリンちゃんはよく、自分の携帯を持って、スマホを持って自分のスマホと向き合って30時間ぐらい過ごしてる。そんな一日を送っていらっしゃる。だからこうやってリラックスするのが楽しい。分かりますけども、あなたのスマートフォンを充電するためにも電気必要ですよね。飛びながら聞いてくださいね。エネルギーセキュリティとは何か、これはですね、子供の頃やったよねあれ。エネルギーを安定して供給できることをエネルギーセキュリティと言います。わかりましたか。はい、休憩、はい、復習ですね。はい、水素のいいところ、二酸化炭素が発生しない。あー、いいよ、そうですね。はい、次はキャパシティみたいなやつがある。何それ。ちょっと、頼む、ピロマル頼む。正解。そう、電気はこの工程が大変なんですよ。貯めるとか運ぶとかが大変。例えば太陽光発電で100発電しましたってなったら、この100結構すぐ使ってあげないともったいないってことになってしまう。じゃあ例えば30しか使えませんでした、残り70どうしますか。どっかに置いておきたいですね。ですよね、それを言ってほしかった。はい、ということでこういうこともやってるんですよ実は。なんとその、要は余ってしまったエネルギーを水素に変換するみたいな動きがあるんですよ。それとどういうことが起きるかというと、余ったこの再生可能エネルギーの余った電力を水素に、電力から水素を作っていくことによって電力を有効活用しようじゃないかという動きがあります。これ圧縮水素っていうのがありましてですね、水素を圧縮するんです。どれぐらい圧縮するか、体積何分の1にすると思いますか。1万分の1。やりすぎ。何でも何でもかんでもノエリちゃんは極端な方にやっちゃう。やりすぎ。200分の1。やりすぎね。で
で、じゃ圧縮だけなんかって言われたら他にもあります。これがですね、液化水素っていうのがあります。液化水素っていうのは、あの水素の沸点は何度って教えました？マイナス253ぐらい。おお、寝顔を終えてたね、正解マイナス253度ね。マイナス253度にすると液化するよね、うん、で冷やすと体積がまあ小さくなるんですよね、うん、何分の1になると思いますか？100分の1。やらなさすぎやらなさすぎ。そのだからさっき言ってそのさっきは1万分の1で極端や言うたけど、やらなさすぎない。それじゃ運べません。100分の1、はい、あの君はこれで1人前の水彩になる。はい、はい、うまくいったらこれ全部見ますからね。はい、行きます。エネファーム、エネファーム。おい、怖いよ。おい、真面目にやりなさい。真面目に、真面目にやります。せーの、エネファーム。エネファーム。はい、オッケー。燃料電池バス、燃料電池バス。はい、ゴー。絶対無理やん。なんて惨めなんだなんて惨めな映像なんだ。これはもうやらせたら花輪さんですよ、はい、圧縮水素トレーラーは体積200分の1で輸送することができる。なるほど、はい、はい、じゃあいきます。圧縮水素トレーラー。はい、どうぞ。せーの、圧縮水素トレーラー。はい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 、というわけで終わりました。いや大変だった。いや非常に。でも俺まともな授業したよ、だいぶ。え、ピラマルまともやった俺らの授業。はい。おお、間があったないやでもね、でも結構学習したよな、ちゃんと。まあまあまあ、学習はしましたけど結構仕込んだよな、ちゃんと。なんかいろんな意味で成長した気がしてます。あー、今草原を転げ回ってたから。あー、そうだね。はい、それじゃあやります。テストは10分です。はい、よーい、ドン。おお。まあ最低でも90は欲しいな。ひろまるの服装がスポコンなんやけどスポコンアニメなんやけど。うわ、頑張れ。うわ、これ言ってた。教えたよな、ここ。走りながら教えたよな、最後の方に。終了。はい、はい、じゃあこれを野良先生に採点してもらおう。ひろまる負けたら、はい、グランド10周やな。なんでなんで前提で。え、それはでも指導監督の。まあまあそうだいやまあそうだね。てか誰も悪いな、別に俺たちが悪いわけ。誰も悪くない。その方法が悪かっただけやから。ああ、まあまあ確かにそういう検証。それは悪くない。結果発表。頼む、うちの生徒卒業してくれ。いや、あの寒さ報われてくれ。そんなそれだけなんや。俺らなんか聞かせてあげたいです。いやもうなんかちょっと手冷えとんねん、こっちはもう。あ、そうなんや。あの、ぬくぬくしてたよ、こっちは。じゃあ行きますか。はい、点数発表します。はい、100点満点ね。100点満点。あ、OK。 はい、マジ頼む。頼むわ、ほんまに。マジ頼む。マジ頼む。プレッシャーが。ほんま頼むわ、もう。頼むよ、頼む。はい、リラックスチーム、ノエリンの点数は95点。おー、よっしゃよくやっとるね。ほら、水曜ほぼ満点ですわ。ほぼ満点、ほぼ満点。よく聞いてたな。めちゃくちゃ聞いてた。すごいな、ほんま。逆によく覚えてたな。しかもこの穴埋め全部合ってるし、すごいな。なんかこの三角、俺だけが三角ってことやな。はい、じゃあ運動サイド点数発表お願いします。はい、運動チーム、ピロマルの点数は、燃料電池自動車。燃料電池自動車。ごめんなさい。90点。あー、よし、惜しい。よし、マジか。ほら、お前言ったやん。エネルギーファームって書いてんねん。エネファームって言ったやん、俺。ほぼ同じやけど、まあ想像以上に。だからたった30分40分でそんな、なんか知識が深まるんやな、水素に関して。いや、すごい。でもよくやった、よくやった。よく点取ったな、2人とも。すごい。多分おそらくこれ平均は80点ぐらいだと思うんですよね。うん。ってことはこっちの方がちょっと、まあ、ちょっと高かったけど、うん、両方とも総じて非常に効率のいい
勉強法だったということが、まあそういう風に言っていいかな。これは難しいね。これはこれはもう効率いいでしょ。はい、というわけで今回はですね、ネトさんとのタイアップ動画になっております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、はい、で水素エネルギーってね、実はいいところがねめちゃめちゃたくさんあって、二酸化炭素を排出しないとか、再生可能エネルギーを有効活用できるとか、まあいろいろねいいところがあるエネルギーです。まあみんなにとっては多分あんまりね馴染みがないと思うんですけど、実はね身近なところでめちゃめちゃね、利用されております。これからもっとね、まあ、カーボンニュートラルを、ね、達成するために、まあ、現在ですね様々な技術開発の取り組みがなされております。より水素エネルギーについて学びたいと思った方は、概要欄から、ネトさんの、サイトの方をチェックしてみてください。はい、というわけで、今回の動画をこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。